どうみさんこちゃん、続きましてね、加藤から出たあの月波のね、客車の、まあ、紹介になります。まあ、本当はね月波もどこだっけ、高崎線がなんか短期で走行中になんか機械ぶっ壊れて、で後ろにいた貨物列車にあの押されて大宮まで行って、でそのまま帰らぬ形になっちゃったんですけど、でも本当にね月波もなんだっけな、1回だけ加藤から出たんですよね、2000何年か頃に、2004年だっけな。で、未だに結構ね、トミックスからも出たのがプレミアム価格ついてたり、まあ結構人気なんですけど。ただ今回のこの月波って、あの、製品化になってるタイプが若干古めなんですよね。あの、薄い峠シリーズの客車と合わせて出たやつなんで、そんなにね、なんつうの、今の晩年末期を再現してるってわけじゃないんですけど、まあちょっと紹介していきます。まず説明書の方からいきましょうかね。よいしょ。一応ね、こんな感じで、ヘッドマークの取り付け方。まあ、今までのね、月波のヘッドマークも簡単にね、取り付けれるやつだったんですけど、今回のもね、簡単に取り付けたやつでございます。で、入ってるヘッドマークが、薄い峠シリーズの兼ね合いでね、こんな感じで、まあ、さよならレインボーとか、になっております。で、もう一個のこれなんだろう。薄い峠って書いてありますね、やっぱり。薄いって書いてありますんで。やっぱりね、今のロットってより、あの、古いタイプかな。やっぱり、あの、状態で言うと。であと、加藤ナックルカプラに交換できたり、なんかクーラーも取り付けれますって感じでね。まあ、なっております。そうですね。さよならレインボーと EL&SL 薄いでいいのかな、あの、状態としては。で、まあ、一応これね、説明書でございます。まあ、あとは、ね、説明書はね、なんもないんでね、省きます。よいしもいいかな。一応ね、車両の、紹介になります。まあ、加藤のね、新しい機関車シリーズなんでね、このプラスチックのね、あの、押さえが入ってるんで、結構ね、安定はするんですけど。まあ一応ね、塗装も悪くはないんでね、そんなに色が飛んでるっていうわけでもないし、で、ナンバープレートとね、あの、メーカーズ、製造のメーカープレートも印刷済みで、もうあとはね、本当にカプラーを交換して、あの、屋根のここの部分をね、あの、クーラー付きの何かに交換すれば、簡単に、あの、走らせれるっていう状態になりますんでね。まあ、今回はついでにカプラーの交換も紹介しちゃいましょうかね。暇なんで。暇なんでってか尺が持たないんで。よいしょ。ちなみにこのクーラーっていつのクーラーになるんですかね。ちょっと俺もあのそこまで月波のことわかんないんで申し訳ないですけど。ちょっと古い月波紹介しようかな、ついでに。どんな感じかだけ。ヘッドマークのところにクーラー挟まっちゃってる。ちょっと今ね、古い月波取ってきますんでお待ちください。もしかしたらね、ヘッドマークが入んね。よいしょ。ではちょっと取ってきます。一応ね、こっちのが、前回発売されたね、あの古いタイプの月波になります。よいしょ。あのプチプチもなくね、あの普通のプラスチックシートが薄いのが入ってるだけなんですけど。でただね、昔のね、この月波の方がね、確かヘッドマークがね、カートレインと銀河だったんですよ。だから俺、中古で確か買ったんですよ。何年ぐらいか前に。だから結構、それのうちか6000円ぐらいしたのかな、当時で。ただ昔のやつってこのメーカーズプレートが省略されてたんで、本当にこの前面のナンバープレートだけでね。で、しかもこの古いやつって、このなんていうの、前面のこの、なんていうの、つらら切りっていうのが俺ちょっとわかんないですけど、これが結構ね、欠品してるのが多かったんですよ。ただこれ運よくあの、完品で揃ってたんで買ったんですけど。今回あれか、ホイッスルかなんかもちゃんと再現されてるし、すごいね。で、このクーラーだけ本当に交換するだけなのかな。じゃ、ちょっとクーラー外しましょうかね。ついでに。こういう時にね、この古いタイプがあると楽っすね。ただ、長さとかも、あ、やべ、通っちゃった。これそうか、プラスチックの台座があるからあんまり安定しないんだ。で、今回のやつの方が若干長さも短くなってるんですね。こうやって比べると。すごいね。だいたい2ミリぐらい違いますね。あの、長さで言うとね、だいたいこのちょうどね、この、なんつうの、このライトのところについてるこの、やつ1枚分ぐらいが本当に前後ともに短くなってるんで、だいたい本当に 2,3 ミリくらいの省略にはなってるみたいですね。ちょっと危ないんで、このプラスチックのやつ外しちゃいましょうかね。よいしょ。で、これぶっこ抜きましょうかね。こう抜けた。まだか。よいしょ。これ抜いて、で、これをここに差し込めばいいの。で、反対側も同じようにこれぶっこ抜いて、
先にちょっと取ったやつね、なくすとあれもったいないし困るんでね。しまっときましょうかね。で、これも差し込んでか。一応ね、これでまあ一応ね、ロットとしてはまあ前回品と変わりない感じにはなったんですけどね。あとまあ、これもアーノルドカプラー外して、この加藤の短いナックルカプラーに変えましょうかね。一応安全上、ボディ外しましょうかね。その方が、壊れないんで、ね、むやみに。一応ボディを、ボディのところについてね、これなんだっけ、なんて言うんだろう、俺名前忘れちゃったんですけど。これがあるんで、ね、まあ一応なるべくプラスチックケースにこうやってまた掛けしとけば、落ちないしね、壊れたりしないんで安全です。どうかな、なんでこれ、あー、運転台部分か。まあ、これはいい。よいしょ。で、一応。あ、これ本当はカッターでやると爪が折れるんですけど、ちょっと今回カッターでやっちゃいます。見づれんだよな、この爪って案外。この爪を押して、本当はね、こっちからかかってたんですけど、これ危ないんですよね。アーノルドカプラーが抜けるやつかな。抜けた。次の外れた。だから袋に先これだけしまっておきましょうかね。本当に今回、なんつうの、加藤からカシオペアのセットでね、レインボーの新しいタイプが、まあ、リニューアルされたんで、月版もされるのかなと思ってたんですけど、本当にされたんでね、ちょうどこれは本当に嬉しいですからね。まあ、多分この月版ももう売り切れ続出だと思うんですけど。よいしょ、したら一応、スノープロー取って入れ、取れねえんだよな、これ硬い時あるから。ちっちゃいカモメな、カモじゃねえ、普通のナックルカプラーつけて。あ、板バネ取れちゃった。結構今回本当にこれね、ナックルカプラーに変えて、屋根の機器変えるだけなんで、本当に結構お手軽っすね。これで値段が6000円って考えると本当に安いね。いくらだっけ？ちょっとレシート確認しましょうかね。リーターバネちょっとずれちゃって、もし戻して、これで OK。大丈夫ですね。で、これ運転台は？こうか。こうか。つまりこうか。これをここに戻して、よし、これで OK ですね。で、ボディを、これ床下の向きは、あ、そっか、床下の向きないのか。これで問題ないですね。大丈夫そうですね。よし、OK。まあ、これでね、完成になります。まあ、本当にね、前回品と比べても、この、なんつうの、屋根の色分けもされたし、まあ、ちょっと車体が小型になったんですけど、まあ、メーカーズプレートもついたしね、本当にこれはなかなかの上出来ですね。で、ちょっと申し訳ないですけど、ちょっと奪っちゃいましょうかね。カシオペ、あれ、乗ってたか乗ってたっけな。あ、残ってた、カートレインのヘッドマーク。よかったー。よいしょ。やべ、危ない。というわけなんでね、ここでもう古いゲッパには、お戻りいただいて。あ、やべ。フィルム抜いちゃったよー。完全にもブチって抜いちゃった。ちょっとすいませんね。汚い動画で。汚いっていうのは汚いわけじゃないですけど。よいしょ、すいませんね。腕が丸々出ちゃって。よくこうして。ちょっきー。これでフィルム戻して。
ッケー、これでいいとして。で、ちょっとつけてみましょうかね、この全開品のヘッドマークが今回の銀河に合うか。まあ、おそらくこの加藤のカプラって、昔の EF81 みたいに、別に磁石つけてってやる形状じゃなければ、基本的には同じなんで、多分、共通でつくと思うんですけど。あ、一応つきますね、ちゃんと。ちょっとカートレイもつけてみましょう。一応つきましたね。まずカートレインが、こんな感じでございます、まあ、そもそもこいつにカートレイン引かれた実績があるかどうかわかんないんですけど、まあ、一応ねカートレインとで後ろにね、一時期臨時でまあ臨時でもないですけどもともと銀河もね引っかってる実績あったんでちょっと銀河もつけてましたね。これはでも本当に嬉しいね。まあなかなかのあれなんですけど、ただあれなんですよね、これヘッドマークのところこれ干渉する危険性あるんで、家庭の昔今のプラスチックで本当にあかね、あいた、あー危ねえ、割りそうで怖えな。ヘッドマークの大丈夫かな、そのまま行っても大丈夫、大丈夫、あ大丈夫っちゃ大丈夫か、ちょっと大丈夫、あーでもちょっと怖いな、ちょっと外しとこう、やっぱりこういう時はね安牌狙っても一番いいね。とりあえず先にいらない付属品戻して、ただちょっとここのスポンジ削っても良さそうっすね。ちょっとこれ出っ張っちゃってるんでね。ちょっとギュギュになる可能性もあるっちゃあるんですけどね。ちょっとこれ湾曲しちゃってるんで、この部分が。ちょっと軽く削って。あ、やべ。これ戻さない。これでいいかな。やっぱりこのプラスチック入るとちょっときつきつかな。大丈夫かな。ちょっと大丈夫そうですね。で一応ね、この加藤のこういうプラスチックのやつって結構車体傷つけた可能性あるんで、今回はね、ちょっと俺がいつも使ってる4号の袋使ってね、ちょっといつもね、押さえてるんで、まあ、これで大丈夫かなと思います。ちょっとピントずれてる。ごめんなさい。というわけでね、一旦新品の紹介はね、これで全部完了でございます。まあ、一応ね、そしたらね、昨日中古でね、買った、唯一ね、まだ持ってなかった伊豆急の200系のね、唯一の113系のセットの、ね、紹介もしますんで、お待ちください。ではまた次回のところでご視聴ありがとうございました。